今、色的に、色的に、そのまま正解だね。際立ってる、色で、差し色で、黄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 色で、
やんやんやんやーやんやんやんやスタートスタートしましたよ。はい、スタートしました。よっしゃ。あ、まずはじゃあね、今日から仕事も役割分担も ね、スポンサー様の紹介をさせていただきます、はい、やる気が違いますよ、うちの子はね、はい、ペットの総合施設、うんうん、DC キャッスル様、ありがとうございます。つかちゃんの癒しタイム様、つかちゃん、ありがとうございます。大人が輝く背中を見せる、うん、梅チャンネルの松原みどり、みさと様、みさと様、ありがとうございます。ごめんね、みさとさん、元気、はい、愛を歌う教会育ちのシンガーソングライター平様、はい、平様、ありがとう。ウルトラ車券1万3000円静岡、検索してください。はい、検索してください。検索してください、皆さん。ドラムレッスンやってます、やってますよ。スタジオミック様、ミック様、ありがとうございます。静岡高野町ラーメンダンボ様、はい、ダンボさん、ありがとうございます。ありがとうございます。いつも緑がいっぱい、増田グリーン様、はい、増田グリーン、ありがとう、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。身につけるだけで体感アップ、テラスパワー様、はい、テラスパワー様、ありがとうございます。ありがとうございます。どうぞ。よし、のぶ先生、缶、うん、お買い上げありがとう、ダッツ様、はい、ダッツ様、ありがとうございます。ダッツ様、浜松の髪エステサロン、うん、サロンドピュール様、はい、ありがとうございます。知ってる人、あ、サロンドピュールのお世話になってます、ありがとう。地域参加型テレビ、よっしゃ、掛川 TV、 おー、よっしゃ、配信開始、やってますよ、やってますよ、やってますよ。以上のスポンサー様のご協力でやいず TV が成り立っております、はい、ありがとうございます。よっしゃ、どうだった、一仕事終えた感じ。ちょっと結構緊張するでしょ。ありがたいね、やっとね、ちょっとやりきりましたけど、やりきりましたね。やりきりましたね。休み、休みなの。休みの、いいよ、はい、いいですよ、はいはい、はい、じゃあ、はい、今日では、では番組の今日のね、テーマなんですけども、はい、じゃあまずこの、これが、これになぜ変わったかをまず、ね、あ、ゆるどき、ゆるどき、なんかちょっと変えてるずっと思ってて、ちょっとね、テーマがね、そう、まあサロンはサロン、うんうん、こっちはこっち、うん、掛川 TV は掛川 TV、うん、で、いろいろな、うん、まあキャラクターっていうかね、はい、変わんないんですけど、変わんないんですけど、見せていきたいなと思って、うん、かわいい、まあこの、私、うん、結構ゆるいって言われるんですけど、うん、そのゆるい、ゆるいの時間の時、うん、時、真面目に説明してと、あとちょっとドキドキっていう、ドキドキっていう、ね、ドキ、どんな意味でドキドキなんでしょうか。いろんな意味で、ね、いろんな意味でね、お送りして、ゆるどきっていうことで、はい、お願いします。お願いします、本当にお願いします。ボンちゃんはつくだね、ボンちゃんつきます、つきますよ、これ大事な相方なんで、そうなんですよ、そうなんです、大事なんです、大事なんですよ、やめてください、皆さんが思ってるほど大事なキャラクターなんですよ、本当に、ね、いじめたくなるね、いじめたくなるね、本音で言わなくていいよ、蹴っ飛ばさなくていいよ、はい、じゃあここまで OK だと、はい、はい、次は次ゲストの紹介です、はい、ゲストのご紹介をしてね、浜松から、はい、浜松の方から、方から、方からやってまいりました、はい、来させていただきました、はい、はい、ありがとうございます、はい、はい、しおちゃん、はい、はい、自分で言えばいいですか。そうだよ、自分で、あ、じゃあ、うん、掛川 TV じゃなくてもう惑わされて、浜松 TV、はい、
MC をさせていただきます、はい、水野しほこと申します。よろしくお願いいたします。しほこと申します。お世話に。しほのたわやか日和やってます。そう、たわやか日和から。たわやかってどういう意味ですか？たわやかってどういう意味ですか？っていうのは、うん、なんかね、こうね、うん、まあ、ふにゃふにゃっとこうゆるく被ってるじゃん。被ってるの。なんかこうね、柔らかく、うんうん、優しく、こう穏やかに。爽やかとどっちが？爽やかはこうさわさわって下がる。爽やかはこうね。この言葉の力をね、つけていく番組ですよね、僕たち。感性でね、やってる3人が集まってしまうとこうなってしまう。また調べる楽しみ。そう、はい、わかりました、わかりました。今もう散らかっちゃってますからね。そう、皆さんはね、あとで広辞苑を調べてください。そう、調べて、自分で調べて、はい、そう、たわやか、たわやか、うん、とてもちゃんの言葉だと思ってた、うん、違いますよ。たわ、漢字は、うん、多分健康の健かな、うんうんうん、っていう感じ、ちゃんとね、うん、あるんです。たわやか、たわやか、かわいいでしょ、たわやか。あ、そんな中ですね、はい、お二人さん、はい、早速、はい、コメントの方が、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、古田先生ありがとうございます。いや、ちょっとその辺は僕の方がお仕事をさせてもらおうと思いますね、はい、お願いします、はい、パーソナリティ、はい、仕事してということで仕事をしてまとめてください。まとめて、はい、やっていきますよ。ま、今からまとめていきますから、はい、大丈夫です。はい、はい、今日はですね、はい、テーマはですね、いいですか？いいですよ。あ、しおさん、あれ終わった？何がですか？自己紹介終わりました。もういいですか？はい、はい、で今日はあの今日のテーマはですね、はい、ちょっとしたミス。あら、ちょっとしたミス、という、ちょっとしたミス、よくありますことでですね。まず、ね、エコさんが、あ、チカさんからまた。チカさん、ありがとう、チカちゃん。チカちゃん、ありがとうね。たわやかってね。たわやかね。チカさんもたわやかですよね。たわやって書いてある。間違ってるね。あの人間違ってますね。そうですね、はい。難しいですよね、たわやかね。はい、じゃあ今日はちょっと見したミスっていうことで、うんうんうん、はい。私ね。うん。午前中、岡本と、ね、電話してたんですが、そうなんですよね、電話してました。2、3回、プツっていきなり切れちゃって、うん、なんだろうなって思ったら、飛行機モードになってたんですね。飛行機モード、携帯で。そうそうそう。耳が当たったのか。そう、耳でちょっと触っちゃって。そんなことある？ 3 回連続もしちゃって。俺も今日ずっと飛行機モード。電話が分からなかったんだ。そう。あるんだ。なんかそういうちょっとしたことが積み重なって、うん、あ、そう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 、そうです。そうね、機内もある、ありますよ、なんかボンミス、そんなボンミス、飛行機のマークずっと手伝ってた、今日電話できなくって、似てるね、似てる、しますボンミス、ボンミス結構しちゃうんですよ。あ、ね、うん、結構しますよね、ボンミス。他に何かしなかったですか？もう一個、他にはね、娘の尿検査の、うん、今日尿検査リアルな、リアル、尿検査のね、提出日を間違えて、それどうなっちゃうんですか？一旦お返ししますで家のトイレで捨てました。そう、で完全にあるね。そう、本当に、そんなね、そういうミスを朝から落ち込んで一人で、はい、落ち込んでたの、落ち込んで、落ち込んで、またやっちゃったみたいな、またやっちゃったってこと、うん、先生から怒られます？怒られないです、うん、怒られないですよ、怒られないしょうがないお母さんだなって、うんね、うん、終わる、うん、思われそういうことが起きてるんですよ。そうしますなんて、お店、うん、よくね、車に物を忘れる、うん、いろんなね、物、うん、例えば、うん、お友達に、お友達のちょっとね、こう送ってもらって、うん、ちょっとピアス落としたりね、うん、大丈夫ですかそれ？全然大丈夫です、お友達大丈夫ですか、大丈夫です、あのね、うん、あのカーディガン落としたり、忘れたり、傘忘れたり、完全、あのね、確信犯なんですけど確信犯じゃダメでしょ嘘です、大丈夫だね、はい、うん、大丈夫だ。ミスは、よくあります、でも、すぐ気づくんです、家帰ってすぐ、家帰ってからでしょ、見逃してもらっていいですか、あります。え、俺、え、僕、ボンミスじゃないんですけどあれなんですよ、右の眉毛が円形、ちょっと円形脱毛症みたいになってこれ、これ書く？いや、書かなくて、なんか変じゃないですか、変ですよね、なんかここの毛だけ抜け出しちゃって、最近？ここ？昨日疲れが溜まってるんでしょうね、マロみたいになっちゃった。そう、いや、違う、なんか真ん中だけないんですよ、こうなんか二重みたいになっちゃってて、
大変なんですよ。どう？かっこいい。かっこいい。余計だね。何？いやベトナム行ってきましたから、ね。すごいねこのさ、はい、このさ、うん、何がこれ見て、まあ、これ。うん、すげえな。はい、黒。黒ね。あ、またコメントの方が入ってますね。あら、ありがとうございます。エミちゃん。シロちゃん可愛い。ふみふみしてこちょこちょして、いや大変だ。ちょっと全然聞いてないしね、あの人。コメント入れてみましょう。ちょっと僕の、うん、僕にコメントとかないですかね。うん、ないけ。誰ないですね。ちーちゃんコメント。あ、もう一回ね。あ、たわやかのね後にね、いいねってちーちゃんありがとう、本当に。もう愛を感じるね。ちーちゃんからね。そう、母から子への愛って書いてあるんですけど、そうですね、母から子への愛、そんな壮大なテーマじゃなくてですね、うん、今日も、ね、日常の、うん、日常の結構そういう小さいミスでも、うん、積み重なると、うん、なんかすごい落ち込んだりとか、うん、すごいストレスになってそんなに落ち込む？結構積み重ね。あ、うん、じゃあ、うん、質問していいですか、はい、その落ち込んだの子、うん、なんかこう上げていくための方法、うん、なるほど。忘れるとかミスを、うん、こう何かこう。しほさんだってミスっても全然ダメージ食らわないですもんね。うん、忘れる。忘れる。忘れる、ね、忘れる。俺もあんまダメージ食らわない。あ、そう、うん、忘れる。うんうんうん。なんかそうやってこう思える時と、うんうん。うん、ズコン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 って言っちゃう。うん、コメント入る。あー、コメントが入る。地域参加型ですからね、僕たちね。おかぼんと。ありがたい。ありがとうございます。おかぼん頑張ってますよ。眉毛がないですけどね。今日は眉毛がないですけど。お子さんのお友達です、僕も。優しいね。はい、見てく、見ろって言ってね、ちゃんと言ってあるんでね。お優しい。見てくれてますね。わ、わ。あ、こわ。和はね、名字ですね。名字が、じゃあ和さんじゃない。だから略して。あ、そうなんだ。そう、和。なんか、ちょっとここでね、言うとね、あれなんだろうから。和は？和は？違って、なんか、もう適当なこと言うのやめてもらって。みんなそれで反応したから、びっくりしたから今。楽しくね。ね、楽しくやろう、楽しくやろう。まあみんなね、見てくれてますよ。で、で、えみこさんが魔法のスティックなんですよ。はいはいはい、気づいていただけました。そうなんですよ。今日はいつも白なんですけど、今日は焼津バージョンでそうこの色をピンクしました。白、黒、白、青にしましょうか。何色ね、探してきます。嬉しそう。そう、青ね、もう集中で、うん、青木さん嬉しそうな顔しますよね。この前のね、えみこのお出かけチャンネルの時も、青木さんもデレデレしかしてないですよね。そうそうそう、そうそう、えみこさんもね、え、若干化粧変えた？化粧変えてない。化粧変えてない。かわいいね。変えてない。なんかちょっとあれが違いますね。何が違う？うん、何が違うんですか？よく見てドキッとしちゃうわ。これゆるドキだ。ここね、またゲストにみんな出てきてもらってゆるドキをちょっと味わってほしいですね。えみこさんの、あら、またまたコメントが、わ、ありがたいね。こっちで写真撮るって言うんだから、本当に本当にありがたいね。ありがたい番組だ。うん、まず古田さんからありがとうございます。ありがとうございます。はい、ハイン日の法則です。ありがとうございます。欲しいです。ケアレス、ちょっと待ってくださいね、こっち読んでますからね。ケアレスミスが重大なミスにつながっていくので気をつけてねと。あ、そうそうそう、まずね、まずこれ、まずこれちょっと、まずこれ処理しようかみたいな、うんうんうん、言いたかったもんねこの法則、うん、はい、どうぞ。なんか、うん、積み重ねで、こう嫌なことが続いてる時って、なんか嫌な、こうざわざわ、ざわざわする、ざわざわ、なんかこう、なんか大きいことを思ってないよ、この人思ってないよね。ざわざわってね、うん、で、ざわざわってするんですけど、何言いたかったか忘れちゃった。誰のせい？進まない。いいよ。落ち着いて。何でしたっけね。ざわざわするんですけど。ざわざわして。ざわざわして。どうしたいんですか？なんか解決すべきことが、うん、またコメントが。またコメントが入ってますよ。ざわざわ。コメント読みましょう。まずね。しましょう。よしよし。
あ、あっこさんが魔法スティック欲しいです、うん、ありがとうございます。1個2万円しますからね、うん、嘘です。1個300円で買えます、うん、言わなくていいよ。300円で買えますよ。あの買い付けてきます。はい、言ってくれればね、はい、販売の方もしてますんでね、1個1000円で売ります、はいはい、どうですか。はい、受け付けてます。焼津テレビもね、はい、漏れなくは浜松テレビ、はい、はい、ね、はい、次はですね、近す、ちかさんがガンバという。ありがとう、ちかちゃん。はい、ありがとう。ちかちゃんもガンバ。はい、でも、もう話を戻してですね。うん、はい、何でしたっけ。ザワーズ。ザワーズ。ザワーズ。嫌な、例えばね、嫌いな人とか、嫌なことが起こった時って、自分の中で、何か処理しなきゃいけない、向き合わなきゃいけないことが、あるんだなって思って、うん、ああ、そういう捉え方ね、うんうん、そうやって捉えて、うん、こうちょっとずつ修正していくように、うんうん、最近してるんですけど、うん、そう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 、うん、修正、うんうん、ちゃんとやってますよ、うん、素晴らしい、不器用ながら、うん、不器用ながらやってるのね、うん、修正の方法ありますか。いやまあ別に、ああそうだね、まあだけどそうですね、一個一個に対して改善策はちゃんと作ってった方がいいですよね。恵美子さんどうしたんですか、今日のその改善策は。今日、はい、尿を持ってってしまった、うん、あ、尿を持ってって、うん、いいよ、行こう、そのまま行こう。もうそれを忘れました。早い。ダメじゃん、ダメじゃん、予定帳を取るとかさ。あ、いや、あ、そう、そういうのしないからダメなんですよ。誰かに教えてもらえばいいのよ。予定帳書いた？予定帳書いてない。次いつ？29日書いとか、あの予定帳。お願いだから。お願いだから。そうだそうだ、マンスリーの。そういうことしないんで、そう、予定がかぶったりとか、うん、予定が抜けちゃってたりとか、うん、そういうことが多いんですよ、私。なるほど。そう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 、そういうのあります？ないね。あるけれども、うん、なんかね、我慢する、うん、あれ、うん、なんか我慢する。志保さん、志保さん、ね、ね、うん、C じゃないですか、お名前が。お、出た。出た。私、恵美子の絵、アーカー作業は結構気分屋だし、コロ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 言ってることも変わるらしいです。なるほど。そう、私ね、赤作業変わるらしい。志保つ子なの。志保つ子、うんうん、感じ。お名前がね。そう。え、でも全然わかんない。どういうことか。志を保つ子。うんうん、ああ、志保子のね。いいよ。志は保って生きてるのよ。うんうんうん。そう。でも言ってること全然違う。だからこうやってコロ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 。コロコロ変わるのがどっち？赤作業。コロコロ変わって、志保子だから、そうだ、あ、変わる人たちだ。そう、擬音とかも結構言ってたじゃないですか。擬音？擬音。ザワワ、ザワワ、そういうのもね、赤作業ってね、うん、結構多いらしいです。擬音で表現するんだね。そうで、そうね、こうやってお話ししてても、うん、感覚で、うん、あのことねとかって、うんうん、わかるんだけど、うん、例えばみっちゃん、あ、おかんは、うん、みだね、おかん、みだ、み、まやら行、まやら、まやら行、赤さ、たな、は、赤さ、たな、は、マヤ、ハ行、マヤラ、マヤラか、うん、行は、マヤラ行は、十分かってほしいことがあったら、十、うん、言わないと、うん、分かんない。物分かりが悪いってこと？そう、そう、あ、そうじゃないけど、しっかり説明してって感じ。そうそうそう、全部知りたい、全部知りたい、全部知りたい、100% 知りたいよ。すごい。だから例えば、うん、こっちの赤さから、うん。うんうん、マヤラに、マヤラ説明したいときは、タナハがいると、タナハだね、ここに通訳になって、タナハ、うまく伝えてくれる。高木さんとか、名前でしょ、名前でしょ、下の名前ね、タナハがね。そう、でもタナハのゲストを呼ぼう。募集中、タナハのゲストね。コメント、まとめてくれるかもしれない。タ行、タ、だから今日あれが橋渡しがいない。そう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 、ちかちゃんがいればよかった。あ、そうです、じゃあちかちゃんね、ちかちゃん次にね。ちかちゃん、あ、本当ですか、ちかちゃんかわいい、ちかちゃんかわいいね、うん、ちかちゃんかわいい、ちかちゃん来てね、ちかちゃん来て、まとめて、まとめないよ、まだまだまだ大事なところがあるんだから、今日は。何ですか、やっぱそう、なんかこう
ちょっとやっぱダメージを負ってくると、うん、ちょっとこう、まあもちろん改善をして、うん、いい人生にしていかないといけないんですけど、うんうんうん、まあそんな中でもやっぱミスって起きてくると思うんですよ、うん、はい、そういって、なんかそういう時って、うん、なんかどうします？ばそこ貼っとこちょっと違う、そこしかない。あれ、ちょっとあの話。あれはね。そう、例えばなんかこうご飯とか食べ行ったりするじゃないですか。うん。はいはい、来ますよね。それで。で子供とかがね。そう。うん、例えばね、ご飯食べ行くじゃない、家族で、うん。そうするとね、うん、お父さんとお母さんがね、うん、こぼしちゃダメよとか、言うでしょ。綺麗に食べなさいとか、私思うの、うん。いいじゃない。外食ぐらい好きに食べさせてあげれば。うんうんうん、せっかくね、美味しいね、うん、ご飯を楽しく食べさせてあげてほしいんですよ、うん、どうですか、うん、なんかもういいよ、野菜なんか食べなくて、そうだそうだ、ね、お肉だけでいいじゃん、うんうん、ダメ、お肉ダメいいです最近ね、そういったことが多くて、うん、なんかこうね、なんか、うん、ダメなの世の中、それじゃそんなことないよ、しおさんの思いを言ってくれればいいんで、今日はそうだから、うん、いいのこぼしても、うん、お店の人がね、うん、掃除してくれるから、うん、そう、うん、そうだからね、ご飯は、うん、外でご飯食べるときは、うん、美味しく食べてほしいんです、うん、そう、私からのお願い嫌なことあってもそう、もういいじゃん、忘れればそう一個一個気にしすぎだと、いいことあるさそうだからね、いいことあるさ、いいことあるさ、嫌なことばっかりじゃないよ、そうだね、止まない、雨はない、雨はない、明日はまた来る、こう無理やりなんかいい話にしようとしてるけど、そんなに大したこと言ってないね、今日だからお父さんもお母さんも、うん、あのね、うん、ご飯はね、うん、お子さんに美味しく食べてもらいたい、うんうん、そう、うん、私からのお願い、2回言った、よし、はい、そういうことでまたコメントがこんな時にコメントがありがたいですね、いきますよ、うん、まずアッコさんがね、オカボンよろしくということでね、はい、よろしくやってもらってます、うん、お二方かわいいですね、ありがとうございます、そうなんですよ、こういうね、こういうとこが集まりますかね、あ、またチカさんが、チカちゃんだと、チカちゃんが自分のこと言ってますねもうどんなコメントをチカするよ、あ、そういうね、擬音の、あ、青木さんがね、チカちゃん昨日ありがとう、ここで感謝を述べて、チカさん、コミュニケーションね、コミュニケーション、うん、あ、そう、セミナーあったんですよ、あ、そうだですね、うん、お三方、うん、ぜひその、ね、ジミー先生のですね、うんうん、セミナーを受けた方がいいと、はい、あ、そうですね、そっか、皆さんいなかったんですね、昨日そう、こう出てないから、あ、これそう、みんなどうでした昨日、よかったですか、勉強になりましたか、私はちょっと藤枝の方に行ってました、やっぱ出た方がいい、どういう話をしたんですか、ね、いや、だからどうしたら、あ、じゃあセミナーを開いて、うん、どうしたらこう伝わるいい楽しい番組にしようか、うんうんうん、なるほどなるほど、そのセミナーじね、じゃあもう、うん、じゃあ行けよ、まとまってないってことでダメだもう言われてる、ね、ミスみたいなでかいミスが起きましたね、3つ起きました、はい、起きてますね、大事故、はい、浜雲野さんからまた、ちかちゃんまたお会いしましょう、全然番組関係ない、ちゃんと緊張してる便乗だね、コメントが入ってます、コメントの外です、すごいね、あ、またちかさんから、ちかさん、古田さんもちか、ちさん、あー、ちさんだ、さっきからちを拾ってくれてるんだ、あー、そういう天丼をやってるんだ、飲み込みの悪い3人で申し訳ございません、申し訳ございません、前のね、ね、小さいミスっていうのがね、積み重なると、どうなるんですか、こういう風なね大きなミスになってしまうの で, そ, うです、ね、そのね、小さいうちから一個一個積んでおこう、積んでおこうというですね、番組でしたね今日は、すごくまとまってそうなんですよ、実演させていただきました、はい、そう、またそのね、あれに出ますよ僕は、ね、はい、待ってください、ちょっといいですよ、やっててください、ちょっと、そうですね、うん、でなんか暑いからほら、うん、ね、みんなこうイライラしてるじゃないですか、うん、イライラしない方がいいですね、うん、イライラって伝わるじゃないですか、うんうんうん、ね、本当に本当に、うん、だから、うん、そう、そう、イライラは、うん、こうイライラ しないように何か対策があるといいですね、うん、あ、対策だね、うん、何しますか、例えば、うん、何か間違っちゃったことされても、うん、わざとじゃないからしょうがないよねと思ってます、うん、
ってね、自分はミスがしても、うん、まあわざとじゃないから許してねって、うん、そうそうそう、だから相手がされても、うん、まあわざとじゃないからしょうがないねって、うん、そうそうそう、はい、イライラが減るじゃないですか、ということですね、はい、はい、まとめました、はい、もうそれをまとめるということで、はい、よしの心を、はいはい、じゃあね、今日はね、あ、ちょっと待って、次回の、ね、番組の宣伝、あ、すいません、ちょっとミスです、ミスです、大簡単なミスでいきますよ、はい、じゃあ、はい、こういうね、最後の最後まで、ね、ミスが、小さいミスがですね、次の番組、はい、16時30分、湯原和夫のここだけの話、はい、ゲスト、つけものレボリューション、おー、つけものレボリューション、レボリューションが来ますよ。違う。レボリューションね。え、はピクス専門店。わ、ピクルス。こうのもの店長滝。滝？滝。滝正弘さんです。というわけで、私たちの、はい。えみこのゆるどき、うんうん。ゆるどき、うん。ありがとうございました。ありがとうございました。あれ青木さんいないから。青木さんはお電話中です。お電話してますね。はい、まだこれ切り替わないですよ、画面が。あ、そういうね、最後の最後まで ね、そういうことが起きてますね。ハプニングもありの。ハプニング起きますね。はい。はい、あ、じゃあまあ写真とか撮ってもらうのね。動画だから。動画を撮ってる。ハート。はい。ハートチャンネル。ハートチャンネル。ハートチャンネル。無限大。ハートチャンネルね。無限大。はい。じゃあもう大丈夫です、はい、はい、ありがとうございました、イエイ、さあ行きますか、はい、ありがとうございました、お疲れ様です、ありがとうございました、